誰なんて水臭い。もう他人じゃないんだし。最初は何もしないって言ってたくせに、急に人が変わったみたいになって、嫌だって言ったのに無理やり。お前だって分かってて来たんだろうってわけじゃないんだし、それにこんなこと誰だってやってるって、それに俺金持ちだから金だったら好きなだけやるなんて言って、うっそ、冗談だよ冗談。ほらあそこ、カラスの餌になる前に助けといたんだよ。さあもう大丈夫だろ。ほんじゃな。なあ、助けてくれたお礼にコーヒー一杯ってダメ？さっき君は誰って聞いたよな。そうなんだよ、実は覚えてないんだ、なんでここにいるのか、どこから来たのか。覚えてるのは君がゴミの中で寝てたとこから、それ以前は全然記憶にない。さすがに二度は騙せないか。ゲームオーバー。これ以上僕は何も進められないの。そうだよな、信じられるわけないよな。僕ですら信じられないもん、本当に。うん、わかんね。美月。え、赤坂美月。そうだよ、美月、赤坂美月。変なの、名前だけは覚えてるなんて。ありがとう。でもそれだけ、あとは何にも覚えてないや。その名前だって本当に自分の名前なのか自信ないし。でも僕、これから一体どうしたらいいんだろう。本当？本当にいいの？やっていい！夜露さえしのげればこっちの問題！よし、ここの払いは僕に任せて！あ、あら？悪い、出世払いってことで、ごめん。
ちょうどお腹空いてたんだ。ううん、そうじゃなくて、電車賃もったいなくてここまで歩いてきたから。4時間くらいかな。ちょっと長めの散歩って考えれば楽勝だよ。そうなんだけどね、なんかちょっとね。あ、それとね、決めてきたよ、バイト。そう、ガソリンスタンド。君の学生書細工してコピー作ったし、あと印鑑も保証人員で借りといたから。いつまでも君のすねかじり続けるのも悪いしね。せめて食費と生活費の少しくらいは稼がなくちゃ。あ、ごめんね、一人で飲んじゃって。はい。映画始まっちゃうよ。一つで十分なのに。面白かった。え？あ、あれ、でも僕、さっきのポップコーンでお腹いっぱい。そうみたいだね。じゃあ、ごちそうになっちゃおうかな。任せる。だって僕、何が好物だったか思い出せないんだもん。えい、お待ち。わあ、おいしそう。いただきます。わあ、おいしい。何これ、すっごい信じらんない。そんなに慌てて食べなくても、ラーメンは逃げてきゃしないよ。ああ、そんなに好きかい、ラーメン。うん、そうだったみたいです。変わったお嬢ちゃんだね。あれ、今日のナイターはどっかな。親父さん、ガラどこに置きましょうか。あ、ちょっと待ってくれ。家庭の精神医学、今日も前回に引き続きゲストとして南西総合病院精神科の森崎真奈美先生にお越しいただいております。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は。ええ、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。この回三塁ランナーも残塁となり、またも得点ならず。え、その差は一向に変わりません。両チームともどうしても落とすことのできない。え、僕テレビ見てた。そうだっけ。全員レッ。おはようございます。本日集まってもらったのは他でもない、今年の学園祭に発表する映画の企画を発表する花園、例のものを。はい。おお。囲い目の寝屋。部長、まさか現実にあったんだ、これ。本当にこれやるんですか。ああ、本当だ。
倉さんから使用許可はいただいた。ただし、ラストをハッピーエンドに変えてという条件で。ここの英検もプライベートフィルムの賞からはとんとご無沙汰。大学の中央執行部からも部室を明け渡せという話も出てるらしい。だからこそ、私はこの話題作で賞を狙いに行く。だが、今この映画で足りないもの、主演女優。以前真珠事件を起こしたような内容だから、学内のやつら誰もなりたがらない。こうなれば大学の外からでもいい。夏休み一月近くを拘束できる女性を探してきてほしい。私からの話は以上。解散。すごい、まさか僕たちの手であの囲い目のネアを作ることができるなんて。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。でもさ、今から夏休み明けられる女の子の知り合いなんている？へえ、英検なんて入ってたんだ。よろしくお願いします。おお、名前は？美月、赤坂美月です。赤坂さんね。ええ、はい。いいよ、合格。私がダメだって言ったって、こいつらもう決めちゃってるみたいだしね。しかし、お前たち、英検鉄の掟その1、スタッフは全員の出演者に手を出してはならない。分かってるね。はーい。でも、この映画が終わった後の恋愛だったら構わないんですよね。うわシャーラクランクインは明日から。アップまで気合い入れていくからね。相手役を務めさせていただきます、赤坂です。よろしくお願いします。あ、よろしく。で、こっちが主演男優の佐久間よしき。こちらの女優さん、演劇の経験はほとんどないから、佐久間の方リード頼むね。名前、下の名前は？え？美月って言います。美しい月の美月です。美月さん。なあに佐久間、私の目の前でナンパ？いえ、まさか。前にも言った通り、撮影中の恋愛はご法度だよ。ええ、もちろん、分かってます。なんて、いきなり名前聞かれちゃった。気になる？また一人の男性の心を惑わせてしまった。罪作りな僕。惑わされた一人目でしょ、君。まあまあってとこかな。
記憶喪失な分セリフを覚えるのも早かったりすると助かるんだけど。今のオートバイ、今のオートバイ、僕を狙っていた、僕を引こうとしていた。本当だって、あれは絶対狙ってたよ。そうもいかないもんね。ううん、その気持ちだけで今は十分。設定解除します。留守録音一件です。ただいま留守にしております。発信音の後メッセージをお入れください。あ、二村だけど、明日の撮影の集合場所変更になったんで、物質じゃなくて直接駅の方へ集合してください。時間は変更なしです。じゃあ明日。8月7日午後6時23分です。誰から電話？ああ、そう。なんか気分変えてさっぱりしたくて。覗くなよ。最近の若者ってのはどうしてこんなに弱なんだろう。ウィッシュ、グズグズしてると日が暮れちゃうよ。部長、今時体育会系だってこんなことやらないよね。ほらほら、どうした、情けないな。こんなもんチャラチャラ歩いてないで、さっさとテンポよく行けば疲れないんだよ。ほら。おお。ほら、こっちこっち。え、部長、このお墓。そう、その通り。なんだ、そうだったの。ちょっとあんたのこと見直しかけたのに。なんで一体こんなところに。事情はわからないにしろ、完成途中で死んじゃったんだ。まだ成仏できずにいるかもしれないだろう。で、私たちがその後を継いでこの作品を完成させますっていう霊前の報告と、映画撮影が無事終わってくれるようにっていうお参りもついでにしとこうと思ってね。ありがとう。あんたたちもこういうことって結構大事だから覚えておきなさい。ほら、ぼーっとしてないで墓掃除始めるよ。はい。
カメラよし。クランクインです。よろしくお願いします。それでは行きます。シーン16カット5よーい。あなたも私を捨てたいことくらい気づいてるわ。そして憎んでいることも。でもそれが無理ってこともあなたは気づいてる。そうでしょ。私は捨てられないわ。あなたが望んだことだもの。あなたが最初に私を受け入れたんだもの。ね。カット。サークマ、サークマ、どうしたの。サークマのセリフ受けだよ。あ、すいません、うっかり。あんたが演技飲まれてどうすんの。みつきちゃん最高。何、どうしたの。嘘でしょ、初めてなんて。あんなんでいいんですか。オッケーオッケー、今のままでいいよ。サークーマ、行くよ。はい、すいませんでした。気になってたんだけど、前にこの場所に来たことがあるような気がする。この辺の角度だったらどこでもいいよ。はい。あ、ちょうどいいや。そこに赤坂ってのがある。あ、みつきちゃん、もうちょっと待っててね。すぐに準備終わるから。ううん、そうじゃなくて、お墓って。え、なあ、偶然だけど同じ名字があったから使おうかなって。どうしたの。ああ、これってもしかしてみつきちゃんの親戚の墓。親戚の人の名前はなんていうの。それがちょっと。なんだ、どう忘れ。ね、名前は、え、赤坂みつき。かけないで一人でとっとと帰っちゃって。これでも一応レディーなんだぞ。
痴漢にでもあったらどう責任取ってくれんだよ。あー、お前焼いてんのか。おい待てよ、待てったら。嘘、さっきの冗談。ねえ、おい、このまま一人にされると本当にさらわれちゃうぞ。あありがとう。それは平気。今のやつ僕に言ってた。お前なんか生きてるわけないって。僕この世に生きてたらいけない人間なのかな。でも、なんで生きてるわけないなんて言われるの。なんで、私と同姓同名のお墓があるの。私誰、何者。私、必要とされてるの。この世に生きてていいの。変よ、やっぱり私変なのよ。答えてよ。私